皆さんこんにちは,こんにちは本日はオンラインホワイトボードコラボレーションツールミロをご紹介のセミナーにお集まりいただき誠にありがとうございます本日全体の進行を務めさせていただきます株式会社2の秋沢ですよろしくお願いいたします本日はミロについて詳しくご紹介をしてまいります皆さんの中にはもしかしたらもうすでにミロという名前は聞いたことありますけれども どんな機能があるのか詳しく知らないという方が多いかなと思います。昨今の働き方ですと、ご自宅でお仕事をされる方も増えてまいりましたので、このミロを使っていただければ、わざわざメンバーが一つの場所に集まる必要なく、オンライン上でホワイトボードを使った共同作業ができるようになります。本日のセミナーでは、ミロって一体どういう製品なのか、 どういう機能どんな使い方ができるのという部分から詳しくご紹介をしてまいりますのでぜひ気持ちは楽に最後までご参加いただけると嬉しいですまた本日は私のほかにミロジャパン合同会社水口様にご登壇をいただいております水口さん本日はよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたします水口さんには後ほどミロについて詳しくご紹介をいただく予定ですはい それではミロジャパン水口ちさんにバトンタッチさせていただきミロに関するご紹介をいただければと思います。水口さんよろしくお願いいたします。はい、皆さんこんにちは。そして秋田さんありがとうございます。はい、私ミロジャパンの水口と申します。それでは私も同じようにミロを使って今日のプレゼンテーションを作らせてまいりましたので画面共有をさせていただきます。はい、はい。では画面切り替わりましたね。 ささてて皆さんミロには入ってこれまししたでしょうか今おそらく秋澤さんから URL が Zoom チャット上に共有されているんではないかと思いますがリンクをクリックしていただきますと少しお時間かかりますがあ続々と入ってまいりましたね <laughs> 今 Zoom 上見ていただきますとたくさんの方々がボードに参加してきていただいてますありがとうございますいいですねそうこうやって参加してる方の カーソルを皆さん見ることができるんですね。いいですね。今27名の方参加します。今日はもちろんズームを聞くだけでもいいんですけれども、もしよろしければ一緒にミロボード上で手を動かしながらこのセッションを進めてまいりましょう。今日初めての方もいらっしゃいますよね。え、ミロ飲む方かとあ、そのミロじゃないんですけどもね、あの触るあの手を動かす方のミロですけれども。 初めての方もいらっしゃると思いますので、えー、皆さんと進めていくに際して簡単に使い方のご紹介をさせてくださいその前に皆さんを私の視線に今移動しましたはい、まず1番目です今日は付箋を使って皆さんに手を動かしていただきますで、付箋の出し方なんですけれども今一旦ズーム画面を初めての方見ていただけますか画面の左側ここですね に付箋のアイコンがありますこれをクリックしていただくもしくはキーボードで N キーを押していただきますと付箋を出すことができます。はい、で付箋をですね出していただきますとこんな形でここですね付箋が出るんですけどもその付箋を今度もう一回クリックもしくはタップするとサイズ変更ができるようになります。あ皆さんやってていいいいただままますすすねありがとうございます今日は、S、サイズのの付箋を使いますので 線を出していただいたら S サイズをサイズ変更から選択いただいて運用してくださいはい、そして3つ目私自身を追従することができます先ほど皆さんのカーソルを私のもとに強制的に集めましたけれども私のプレゼンテーション中にちょっとフラッとあちこち見に行ってしまってあ、溝口が今どこ喋ってるんだろうってわかんなくなるということがあるんですねそんな時は私のですね右上にありますこの顔のアイコン こちらをクリックしていただきますと私を追従することができますですので今私は10名の方が追従してくれてますねあ、増えてますねそうなんですそうしていただくと私の画面を皆さんも直接見ていただくことができますはい最後になりますけれどもやっぱり一緒にやるからにはなんかワイ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 やりたいですよねはいそんな機能もありましてもう一回ズームの画面初めての方見てくださいねはいここにですねこの何やら クラッカーのようなアイコンお気づきになりませんかこれをクリックしていただきますと絵文字がいくつか出てきますはい、プレゼンテーションを聞いていてご自身の感情に合う絵文字をですね連打してくださいイエーイって感じですねそうなんですこれですよこれがこのプレゼンテーションただ聞くだけじゃなくてみんなで何か一体感を出すこれ楽しいですよねわすごい盛り上がってますね素晴らしいもうハート 愛の溢れるセッションになりそうな感じですねはいこれがですね今日ミロを使っていただく上の基本的に皆さんに覚えてもらいたい機能ですそれでは少しずつプレゼンテーションを進めてまいりましょうあの喋ってる間にどんどんあれですよリアクションしていただいて構いませんからねはいでは進んでいきましょうでは早速今日どんな方々が来ているか聞きたいと思いますので付箋を使っていただいてはい皆さんこの 皆さんがどんなお仕事を普段されてらっしゃるのか付箋に書いていただけませんかタイマーをセットします1分間だけあ2分が必要かな2分でやりますので音楽はかけませんがタイマーを2分間セットしましたので付箋を使って皆さんがどんな会社でどんなお仕事をされてるか社名を出す必要はないですよあの例えば製造業ですとか IT 系ですとかそういった分類で構いませんのでこちらにぜひボードに書いてみてください はい、あれどなたか今ウェブサイトを貼りましたかね <laughs> ちょっとこれ移動しますねはいよいしょ消しますね <laughs> 見えなくなっちゃったのでいいんですよあのそういうふうに試していただくのも全然はい書いていただいてますねあと1分25秒ぐらいですよ大学の先生もいらっしゃるお、今日大学の方が多いんでしょうかいいですねウェブディレクターさんもいらっしゃる製造業設計の方々もいらっしゃるんですねはい IT 継承者、マーケ、総務の方々、いいですね、いろんな方々いらっしゃってますね、IT ベンチャーで CISO、上質部門、統括されてる方もいらっしゃるんですね、いいですね、製造業の方、多いんですかね、クリエーター、上質いいですね、いろんな方々いらっしゃってますね、自動車業界、そうなんです、実はミロって結構、自動車業界でですね、まあ、ほぼ全社で使われてるんじゃないでしょうかね。 いろんな方使っていただいてます、あと製薬業なんかもすごく強いといいますか、お引き合いがあるような感じですね。意外だと思いませんか、こういうツールってやっぱり IT 系が、ね、IT 系がやっぱりまず最初、テック、IT 系の企業でたくさん使われるというふうに思いますけれども、おなんか矢印とかも貼っていただいてますね、これは操作をミスったわけではなくて、何か関連性があるということを皆さん、おっしゃりたいんですかね。はい、あと15秒ぐらいです あゲーム業界の方もいらっしゃるんですねあの。私もゲーム大好きですよ。最近はなかなかやる時間がないんですけどね。はい、ありがとうございます。はいという感じでですね、たった2分、今、タイムズアップと出ましたけれども、たった2分の間に皆さんにプロフィール入力いただきました。今日はいろんな部門の方々がお集まりいただいているということで、大変ワクワクしながら進めさせて進めていくことができそうです。 ではまた画面を私の方に戻しますので皆さんを強制的に私の画面に引っ張ってきますでもう一つウォーミングアップしてみましょう先ほどですねプロフィールをご記入いただきましたけれども今日は皆さんどこから参加しているのかを教えてもらいたいんですけどやり方としてはですねこのドットがありますねまあ、ズームをちょっと見てみてください私ドットの絵をマーカーで線引きましたけどもこのドットを使って 今6証言じゃないな10証言ありますね <laughs> ここの中の自分がどこに当てはまるのかこれ x 軸はどこの場所ですで y 軸はデバイスですねパソコンなのかタブレットなのかスマホなのかっていうこのドットをドラッグアンドドロップして持ってってみてくださいちなみにあの左側のメニューからですね矢印をクリックしてドットをドラッグアンドロップもしくはあの矢印もしくは v キーを使うとですね自分のカーソルが 変わりますので。そうです。お。今日パソコンの方が圧倒的に多いんですね。ありがとうございます。時間をちょっとタイマーセットするの忘れましたけども。はい、じゃあ三十秒ぐらいにしましょうかね。あと。よいしょ。はい。いいですね。タブレット、スマホの方も若干目いらっしゃいますけれども。 あちなみにあの左側にあるワークスタイリングっていうのはですねあの弊社の東京オフィスがあるあの三井不動産さんのシェアオフィスなんですけれども同じ仲間の方々いらっしゃるかななんて思いで追加していましたがどなたもいらっしゃらないようですねはいあと5秒ほどですありがとうございます自宅もしくは自社のオフィスの方々が圧倒的に多く今日はパソコンの方々が多いということですねもちろんミロはパソコンで使っていただくもよし またスマホでもお使いいただきますしタブレットでもお使いいただくことができます。ただトゥーさんですとやっぱり Mac を使っているお客さんが多いんですかねお客様は。そうですね、なるほど。グッドニュースです。<laughs> あの M1 搭載の Mac 使っている方々今日いらっしゃいます？いらっしゃればリアクションで何か反応していただくとわかりやすいんですけど、あの M1 搭載の Mac でですねめちゃめちゃ見るパフォーマンスいいです。あいますね。はいはい。 ですのであの、これ決してインテルプロセッサーをディスってるわけではございません。今日私はマイクロソフトのサーフェスでデバイスでもしてますんで、<laughs> インテル製品をディスってるわけじゃないんですけれども、M1 の Mac だとすごくパフォーマンスがいいみたいですね。はい。ありがとうございました、ご協力いただいて、最後にもう1つだけ、手を動かしていただきます。ここからは MIRO の投票機能というものを使ってやるんですけれども、皆さんの MIRO、どれくらい知ってるかなっていうのを知りたいと思いまして、ちょっと投票機能を使って投票をやります。見ててくださいね。画面を。 えーっと。よいしょ。ですねよ。よいしょ。よいしょ。ちょっと待ってくださいね。シェイプにして。選択一一分間で。やってみましょう。そうしますと。あ。なんかバグっちゃった、バグって今、冒頭が消えちゃったな。ちょっとなんか、さっきも練習したらですね。あんまりうまくいかなかったので。もう一回ドットを使いましょう。 ではえー、っとで、冒頭を使わずにドットでやりますズームを見ていただきますと今私テンプレートみたいなのもの開いてますねミロのいろんなテンプレートって実は最初からもう200種類以上ミロの中に実装されていて例えばドットで検索するとあ,ありましたねこれをユーズテンプレートでやりますと画面右側ご注目くださいドットが出てきましたはい、このドットを先ほどと同じように動かしていただいて 自分の当てはまるところ、ミロの習熟度についてですね知らない、名前は聞いたことはある、めちゃめちゃ活用中ってところにぜひ動かしてみてください皆さん協力的で素晴らしいですねでもね、あのこれからもうすぐ午後2時になるじゃないですか午後2時って人間が夜以外で一番眠くなる時間なんですよその時間帯にこんなおっさんのですね話は40分間も聞いたら間違いなく眠くなりますよねですのでやっぱり手を動かす これがすごく大事ですお、今日は大多数は名前は聞いたことがあるって方々でもあのもう一回言いますけど飲むのの方のミロじゃないですからねあの MI あれは LO ですからこっちは MIRO ですので、はい、IT の方のミロですねはい使い始めためちゃめちゃ活用中の方は残念ながらまだお一人ぐらいしかいらっしゃらないって感じでしょうかねあの使い始めたとめちゃめちゃ活用中の間の方もいらっしゃるようではい ありがとうございます。今日あんまりまだじゃ使ってないって方の方が多いんですね。あの説明し合いが大変あって素晴らしいです。はいでは今日皆さんにお話をさせていただいているものですけれども改めましてミロジャパンの溝口と申しましてまだミロに入ってから5ヶ月しか経ってない新米社員でございます。ただ弊社の日本法人もできたのは昨年の5月で。 1> 第1号社員日本法人代表が入ったのが7月ですのでまだ非常に若い会社なんですね。あリアクションいただきありがとうございます。はい、そして下の方ですね、えー、いくつかロゴが見えると思うんですが、これ、私が過去に今、ズーム画面を見ていただきますと、私のマーカーの軌跡が見えるんですが、私が過去に携わった製品です。一番長いのが、マイクロソフトで Windows とインターネットエクスプローラーのプロダクトマーケティングを担当しておりましてですね、今日はそんな形で今、ここに書いてる製品と、 に触れている方もたくさんいらっしゃるのではないかと思いますけれども、はい改めましてよろしくお願いします。さあこのセッションに今日皆さんもう少し参加いただくとどんな良いことがあるんでしょうか。今日このセッションの目標テーマなんですけれども、今今日はオフィスから参加している方もいれば在宅から参加している方もいる。またまあマンボウは東京はねあの終わりましたけれども。 平時からやっぱり拠点が複数あって離れたた方々と仕事をしなななきゃゃいいいいけないっていうケースがたくさんあるじゃないですか既存のコミュニケーションツールとかいろんなツールとかだとなかなか一緒に働いてる離れ離れになってる方々とも一緒に働いてるっていう感じを感じることはすごく難しいと思うんですが「ミロを使っていただくことによって離れてる方々ともあたかも一緒に働いてるかのような感覚でお仕事をしていただくことができて。 いわゆる会社としての一体感一丸となって働くっていう感じを作っていただくことができます。今日はそんなところをです、ね、この「ミロ」のプレゼンテーションデモンストレーションを通して持ち帰っていいければ幸いですはい、さてもう一つ皆さんにです、ね、ワークショップで手を動かしていただきたいと思うんですけども今回また付箋を使うんですがプラスアルファで皆さんが書いていただいた付箋にですね 絵文字で自分の感情を見て、これ自分がどう感じたかっていうリアクションをしていただくことができます。誰かの書いた付箋を見つけたら、まず付箋をクリックしてみてください。付箋をクリックして、絵文字のアイコンがあります。これですね、あ、どう絵文字って出てますけど、これをクリックすると絵文字一覧が出てきます。で、えー、その中で自分の感情に等しい絵文字をぜひですね。他人の付箋に貼っ付けてみてください。では、ワークショップ行ってみましょう。 はい、皆さんがこれまでお感じになられたリモートワークの課題ぜひあれば遠慮なく、忌憚のないご意見を書いてみましょうでは時間はですね、またタイマーで2分セットしますね、はい、では音楽はバックグラウンドミュージックはつけませんけれどもあのタイマーにバックグラウンドミュージックつけることもできるんですねはい、2分間でじゃあリモートワークの課題どんどん書いていってください。雑談がない、まさにそれ 本当ないですよね、あの肩とね、と隣の方の肩をトントン叩いてちょっといいってのが、なかなかリモートだとできないですよね、孤独感、よく分かります、特にあの僕も前職とかで、あのまあ、僕は家族がいるんでね、全然いいんですけど、単身者の方々ってやっぱりリモートが続くと寂しいですっていうふうにご相談をいただくことがありますね、アウトフィットが変わった、そうですよね、私も朝起きてパジャマのまま仕事をしてるってのはよくあります。はい いいですねスタッフの働き方が見えない、そう特に、ね、あの中間管理職の方々、まあ、役員の方々もそうですけども自分の部下たちがどんなふうに仕事をしているか大体でもみんな似たような感じコミュニケーション不足取りづらいそうですよねチャットだと回りくどいそう僕、ちなみに前職スラックなんですよ。 僕自身はもうあのオンラインゲームとかバリバリやってたんでチャットすごい慣れてるんですけどやっぱりこれまでメール文化だった方とかやっぱ対面での会話を重んじてる方々ってチャットだとね回りくどいとかあのチャットなのになんかすごくよろしあの相変わらずお疲れ様ですよろしくお願いしますみたいな定型文がついちゃったりとかありますよねはい皆さん、付箋にですね絵文字ついてますか ついてますねコミュニケーション取りづらいに冷や汗ついてますね。100 100点点とかか <laughs> 運動不足100点つ,つけちゃうんですか <laughs> はいそうそうこんな形でですね他人がつけた作った付箋に絵文字でリアクションすることができるさらに誰かがつけた絵文字に俺もそう思うって場合はその絵文字クリックするとこの絵文字のカウントがどんどん増えてきますやってみてください。あチャットだとがが今2がつきましたね そうなんですよこんな形でですね、あのスラックとかマイクロソフトチームズとか使ってる方々、この絵文字のリアクションってよくやってますよね。はいこんな形でですね、リアルタイムで意見を入力しながら、あその意見、俺も同意いっていう場合は、絵文字でリアクションをしてあげることで、これ、付箋で書いた人も嬉しいですよね。こういう双方向の会話が、これ、ミロ上でできるんですね。ありがとうございました、ご協力。でもなんとなくみんなのリモートワークの方、よく分かった気がします。そうですよね まさにリモートワークの課題ってこれなんですよね誰が何やってるかが見えないそしてコミュニケーションも取りづらいだからこそ情報がなかなかその人からもしくはその部門から事業部から外に出ていかないんで結果的に組織・人・情報がサイロ化してしまうこれって別にリモートワークじゃなくても大きな会社になればなるほど組織は縦割りになって情報が横に共有されなくて みんななかなか大変だと思うんですけれどもこれがリモートワークでさらに顕著になるそしてもう一つコミュニケーションの効率ですよね。さっき申し上げたようにトントンって肩をたたくことができないのでやっぱりチャットでコミュニケーションしなきゃいけない慣慣れれれれてていいいいる方方ははですすす。けれども、もない方はそれすら億劫だとうう感じでしままこともありますただしもちろんいいこともあってさっき Zoom とかい,ない,いろんなビデオ会議のサービスの名前も出ましたけれどもあのビデオ会議を使うと移動の手間ってなくなりましたよね。 これまで会えなかった方飛行機で行かないと会えなかった方ともオンラインで喋ることができるですので結果的にいわゆる交通費は削減されるし、まあ、もしかするとあの出張費とかそういうのもね宿泊,宿泊費とかそういうのもあの削減されますよねもう1個今画面皆さんに見ていただいてるのはこれ私のデスクトップじゃないですよあのアイコンを適当に僕のデスクトップに配置したんですけど僕のデスクトップは普段めちゃめちゃ綺麗ですただ 一人でで在宅勤務してる時っているっこんなな感じじゃないですかひたすらデスクトップに向かって仕事してる。でデスクトップ上のファイルで作業されてると思うんですけどそのファイルが自分のパソコンにしかなかったらそれって自分ののの部門方方々々周りの方々に共有ってでできないですよね最近はもう Google ドライブとか OneDrive とか Dropbox とか Box とかクラウドストレージを使ってるんで自分がやってる仕事を周りのメンバーにクラウドを使って共有することもできますけれども。 そのファイルを検索しないとそのプロジェクトに関わってない方々って見つけられないじゃないですかなんですよねだから結果的に孤独感閉塞感というのは高まってしまうでさっきの話のビデオ会議ですけども皆さんビデオ会議しているときってこんな感じじゃないですかもう一回皆さん私のカーソルに持ってきましたはいなんかみんなつまんなそうな顔しますよねあの対面の会議はも,もちろんつまらない会議めちゃめちゃつまんないんですけど ビデオ会議だとつまんささ感がめちゃめちちゃゃ加速されるんですこれ何でかっていうと基本的に音声によよるコミュニケーションって一方通行ですよね今私が話してる時って皆さん聞くしかない同じように皆さんが誰かがしゃべってる時は僕も聞くしかないでもただ聞いてるだけってめちゃめちゃつまんないじゃないですか対面だと内職したらすぐバレちゃいますけども、まあ、ビデオ会議だと画面に画面があってあのビデオ会議の画面を下に置いて 自分の内職用の画面を前に置けばですね前を向いて前を向いてあたかもビデオ会議を聞きながら内職することができちゃうんですねなので結果的に突然質問とか当てられるとあすいませんちょっと聞いてなかったんでもう一回言ってもらえますかみたいなシチュエーションってビデオ会議だとめちゃめちゃありません同意するって方はぜひリアクションしてくださいね、はいまあ、そんな感じで確かに移動の手間は省けたけれどもビデオ会議って結局50分 60, 60分やってもなかなかやっぱり生産的じゃない で私も前職スラックだって言いましたけどもやっぱりいろんな便利な IT ツール出てきましたよねこのリモートワークで皆さん導入始めてると思いますで確かに便利にはなったんだけどやっぱり結果的になんか会社としての一体感がないそんなケースが多いんじゃないでしょうかでも私ですねこのミロって会社に入って真逆なんですよねこの会社めちゃめちゃ一体感があります今皆さんに見てていいただいている 画面これ何かって言いますけどもこれ本当は勝手にコッペしてきちゃ怒られちゃうんですけど一応文字とかはバレないようにぼやかしてますんで大丈夫です。これはこれから弊社がやろうとしている全世界規模でやるツアーイベントの企画のために使ってるボードなんですね。いろんんなな国々のののマーーケティンング担当営業担当当営業役員がみんなこのボードでイベントの企画ごとをやってます キーノーノトプロダクションとか V メオっていうのはこれ動画共有サービスねイベントのランディングページどうしようとかお客様登録からのカスタマージャーニーどうしようかとかですねそういうイベントこれ一つのこのミロのボードの中でいろんな部門の人たちが集まって時間が合う人たちとよりもリアルタイムでカタカタカタテーブルをしながらやってるんですよね時間が合わない時差が違う方々ともいわゆる非同期で 仕事を一緒にすることがこのボードの中でできますから誰が今どんなことを企画して何をやろうとしているかってことがこのボードを見てればできちゃうんですですから住んでる働いてる地域は別々でもこの一つの仮想的な空間の中でみんな背中付け合わせて仕事をしているそんな感じで仕事をすることができるんですね。こ、はい、これががミロのいいいいいととろですすリアクションたただいた方ありがとうございます 試しに、ね、あ,のある事業部のオールハンズミーティングっていう事業部の全体ミーティングの内容をちょっと動画で見てもらいましょう。もう1回皆さんのの画面を僕の方に引っ張っ張てきますね、はい。ちょっとこれ動画なんですけどもねこれルームっていう動画キャプチャーサービスで撮った動画をみろに貼り付けてます。こんな感じで事業部113人今入ってますね。営業のこれアメリカの、えー、バイオウィークリーオールハンズって書いてあるんで隔週でやってるオールハンズミーティングですけどこんな感じで最初みんなで手を動かしながらアイスブレイクするんですよね。 ずっとミーティング中みんな手を動かしてやってますから50分とか60分のいわゆる100人入ってるようなミーティングでも飽きることがないんですよね。さあいかかがでしたでししたょうかこんな形でミロを使っていただくことによってみんなが一体になってその限られた時間を効率的に使うことができます。ですからミロは ホワイトボードって皆さん思いますよねあ、なんだホワイトボードがただデジタルになっただけオンラインになっただけって思うかもしれないんですけど違うんですここが皆さんにとって働く場所そのものなんですですから我々はミロのことを何て言うかっていうとこう呼んでますビジュアルコラボレーションプラットフォームプラットフォームですえ、そんなこと言われてもこんな新しいサービスできるわけないじゃんって思いますよね でもさっきちょっと一個前のスライド先に出しちゃったんですけど皆さんできるんですよ。これ壁画ですよね。我々のご先祖様は壁画まさに3万年前からやってますから。壁に絵を描いてみんなでコミュニケーションをしてるんですね。ですから皆さんその DNA を引き継いでるんです。ですからこのミロによる働き方皆さんもきっとできます。ではあのここから少し我々自身の 会社ののご紹介ささせてくくださいいい製品の価値はよく分かったととでもお前ら何もんじゃいと思いますね、はい、私どもですけどもまだまだ新しい会社です2さんのより100年も歴史がある会社ではございませんまだ10年ちょっとしか歴史はないんですけれどもですがこのビジュアルコラボというプラットフォームにおいては世界でもパイオニアでありリーダーですフォーチュン100というこれあのアメリカのフォーチュンというメディアがやっているいわゆる売上順のランキングですね 上位100社のうちもう99社がミロ導入いただいてるんですねですから皆さんの知ってる会社さんほぼミロを使ってますそれくらいミロはもうすでにこの業界セグメントの中では非常に著名なツールとして認知をいただいているというふうに理解をしておりますはい、ただまだ若い会社ですので全世界たったの1200人しかおりませんがもう急成長 そして我々自身、MIRO ジャパンは先ほど申し上げたとおり昨年設立されまして今メンバーは25名ぐらいでしょうかね。ただ私が入ったときはまだ6人しかいなかったのでもう4倍になっていますしさらにこれから組織を拡張していきますが特筆すべきは今日皆さん MIRO のインターフェースを見ていただくとインターフェースってほぼこれ全部英語ですよねそうなんです。まだ日本語版がないんです。あの日本語版出すって言ってたんですけどちょっと遅れてましてですね。もう少しで出ますのでもうちょっとご辛抱ください。なんですが まだ英語版のこの UI UX にもかかわらず、もう使っている方々が日本で昨年の11月時点で50万人超えてるんですね。ですので、英語版の UI UX であってもすごく皆さん使いやすいっていうふうにおっしゃっていただいてます。そういったところが受けてユーザーが増えてるんじゃないかと思います。あ、今サムズアップのリアクションをしてくれた方ありがとうございます。ありがとうございます。こういうリアクションをもらえると本当に嬉しいんですよね。ちなみになんで見ろっていうか知ってますか。知ってる方もしいらっしゃったらリアクションで。 何でもいいんでリアクションをしてみてください何で見ろって言うんでしょうあ知ってる方いらっしゃいますね素晴らしい知らない方に逆にご質問なんですけども今私の画面見ていただくとある通りになんかすごい芸術作品が路面に貼られてるんですけどこれ誰が書いたかってご存知ですか誰の絵か誰の芸術作品か分かる方はまたリアクションで答えてみてくださいいないですかねはいこれあいらっしゃいますね ピカを知っている方なら多分知っていると思いますし岡本太郎さんを知っている方なら知っていると思うんですがジョアン・ミロというスペインの有名な芸術家の作品でこれはスペインバルセロナランブラス通りという有名な通りですここにミロの作品が、はい、貼られてるんですね路面にこのジョアン・ミロに我々ちなんでミロというふうにサービスの名前をつけてますちなみにスペイン語で「よーミロ」っていう言葉があるらしいんですけどそれは何か見るっていう意味らしいですね英語で言うとルックとかウワッチとか そういうういい意味も込められてるようです、はい、ちなみに余談なんですが今「ミロ展」というのをやってます渋谷の文化村で4月17日までやってますのでですねぜひ興味のある方はこのジョン・ミロの展示会行ってみてください。でちなみに今皆さんに見て頂い,いてるのってこれウェブサイトをコピペしたんですね。で皆さんウェブサイトの URL をコピペするとこのミロのボード上に貼ることができます。で貼るるるととどんんなないいこががあるのかテキストがコピーされるんじゃなくて その先の先サムネイルとかがこういうふうにです、ね、貼られるんですね。試しに今、このミロテンの画像をクリックしてみてください。クリックすると、はいそうしますと、ですねソースっていう画面真ん中に、このソースってありますね、まるで青い,丸青い丸で囲まれてますけど、このソースが出てきます、これクリックすると、このミロテンのウェブサイトに飛びまして、実際に私のズーム画面を見ていただくと、このミロテンの今ウェブサイト、表示されてますね。はい こんな感じでウェブサイトをペタペタ貼るとですねただのテキストじゃなくてこういう風にサムネイルと説明テキスト付きで貼られますのでどんどんですね皆さん仕事をしている中であこのウェブサイト重要だと思ったら web どんどん貼ってみてくださいこういう使い方もできますはい、じゃあちょっと試しにですね皆さんにもやってもらいましょう皆さんお気に入りのウェブサイトでも何でも構いませんあの工事,工事を両属に反するものは貼らないくださいねくれぐれも お気に入りのウェブサイトとかあと YouTube の動画あの仕事中会社で仕事中の方はちょっと YouTube 開くのは大変かもしれませんけれどもあのウェブサイトでも動画でもいいのでちょっと貼ってみてください試しいんですねこのボード上にどこでも構いませんさあじゃあ時間をまたタイマーセットしてみましょうかね2分でやってみましょうかさあどうですかねあ早速貼った方いらっしゃいますねありがとうございます さあ少しね表示されるまでにあの時間がかかるかもしれませんしあとスクリプトとかで書かれたウェブサイトはもしかすると場合によってはサムネイルとかが出ずに単純にテキストとしてコピペされちゃう場合もあるかもしれませんが YouTube の動画は共有の URL をコピペしていただくと必ず今左上に一つありますけれども貼られますさあどんどん貼ってみてくださいねあのーマーケティングの方とかいろんな製品とか会社の PV とか youtube 上に貼られますよねでもなんか社内の方なかなか見てくれないとかっていうお困りありませんかありますよねぜひ自分が作った pv 集一つのミロボードにインデックスとして貼ってみてくださいでそのボードを社員のメンバー皆さんに共有するそれだけで自分たちが作ったプロモーション置き場はここですよここに来ればうちの会社のプロモーションビデオ全部見れますよっていうふうにですね貼れるんですねあ 誰ですか F1 の映像を貼ってくれたのはサウジアラビアいや週末はすごかったですねあ画,像が画像が正常に見れていませんあなるほどちょっとそんな問題がありますかねなるほどなるほどあのページによってはです、ね、正しく反映されないものもあるんですけれども、はい、そうなんですあの YouTube の動画とかも貼れますあのこの F1 の映像はですね、多分 YouTube に直接,直接行かないと見れないと思うんですけれども ギズモードさんとかウェブサイト貼ってくれてますね。あ、ネットフリックスのページとか、猫、ね、ちゃんのページとかですね。いいですね。そうなんですちなみに私が貼ったこの YouTube の映像を再生すると、このミロ上で YouTube の映像を再生することができます、はい。もちろんフルスクリーンとかでもできますよ。うまくいってますか、ね、もしこの時間帯でね、うまくいかなかったら、また。 あの皆さんご自身の環境とかでお試しいただいても構いませんが、こんな感じでウェブサイトとかミロボードとかお好きなようにミロウェブサイトとか YouTube 動画とかをお好きなように貼っていただくことができるんですね。はい、では次に行きましょう。それ以外にミロどんなことができるんでしょうか。皆さんの日々の業務と照らし合わせて,照らし合わせて考えてみると、デザイナーエンジニアの方々はもうお馴染みですね。こういう UX のフロー設計とか。 はい、このフローチャートを用いて作,り作ることができますしあとはこれエンジニアデザイナーじゃなくても自分たちの日々のタスク管理これミロボード上でやっていただくことができます、まあ、ちなみにこのコンテンツ皆さんロックしてませんので自由に触っていただくこともできますのであのお時間ある時にぜひこの今日のボード上は開放しておきますイベント終わった後も開放しておきますので触っていただくこともできます、はい、ではそれどんどん進んでいきましょう あとはもうアプリ開発者の方々ですねいろんなアプリの画面遷移 UX であるとかそもそもアプリ作るためのブレストアイデアソンなんかをするときもこの MIRO を使っていただくことができますしさらにはマーケティングの方々はいわゆる GoTo マーケットプラン市場参入計画であったりいろんなイベントの時間軸タイムラインであったりそういったものをこの MIRO を使って作っていただくこともできます。あリアクションあありがととうございますあとは製品開発部門の方々 もしくはサポート部門の方々でもいいんですけども業務の製品改善だったり業務改善だったりあと自分たちがやってきたプロジェクトの振り返りこの4証言振り返りって結構みんな好きですよねこういうのをミロを使ってやっていただくこともできればさらにカスタマーサポート部門の方々はお客様からのフィードバック収集集集まったフィードバックをこのミロ上に結集していろんな部門の方に見てもらうさらにもう一般的なブレストですよねさっき付箋を使って皆さんに手を動かしてもらいましたけどもブレストもミロを使って簡単にできる そして、事業部とか部門の1日2日かけてやるようなワークショップ、トレーニングもこれ、リモートでやる場合もミロを使っていただくと非常に効率的にできます。こんな感じで,です、ね、いろんな使い方をしていただくことができるんですね。で、今見ていただいたいろんなミロの使い方、これ、じゃあ自分で一からテンプレートを作んなきゃいけないんですかっていうと、そんなことありません。皆さんが使える便利なテンプレートがたくさん用意されています。これ ウェブサイトがが表示されているんですが、はい、もうう回いきましょミロバースの URL をコピーペーストするとこんなミロのミロ、えー、上に画面が共有されてますけどもこれをクリックしていただいて先ほどと同じようにソースをクリックしていただくとウェブページに飛びます。ちなみにあらかじめもう用意しておきましたのでズームを見ていただきますと今私のミロバースのブラウザー画面を見ていただくことができます。これ実は投稿してている方々って我々っ我じゃないんですね これ誰かっていうと皆さんと同じミロのユーザーさんたちです。ユーザーさんたちが有志で、あこのテンプレート作っちゃったんだけどさ、これみんなにも使ってもらいたいよねっていうそういう有志の方々が自分たちが作ったテンプレートをこのミロバースというマーケットプレイスですね、ここに投稿いただいてみんなが使えるようにしてくれてるんです。ここにあるテンプレートがもうすでに800を超えてます。ですから皆さんもし 自分たちで作ってこれみんなにも作ってもらいたいなっていうテンプレートがあったらこのミロバースに投稿をしてみてください。皆ののお探しのテンプレート必ずここで見つかります、はい、それ以外にもいろんな使い方を我々してましてですねこれ私の本当の生の事例なんですけれども私マーケティングですよねで。マーケティングっていろんなところ世界中にいろんな人が散らばってるんですけれどもあの例えば私たちのマーケティングチーム下の方に行きますとですね コピー・サラはあのオーストラリアにいるマーケティング担当これコピーオブ LO ってこれロドビクさんっていうオランダアムステルダムにいる人ですねでコピーオブ宗太郎は僕ですで右側にジョアンになっていますけどこれはアメリカサンフランシスコにいるマーケティング担当ですマーケティング担当住んでるところ働いてるところはバラバラだけれどもお互いが何やってるか知りたいっていうことでみんなで手法をこのミロボード上にやってるんですねで毎週の手法こういう形で蓄積されていって お互いがその週に何をやったのか「はい、アップデートディスウィーク何をやったのか「ゴールズネクストウィークは来週何をやりますかで「ル・リスク・ブロッカー・アライメント」っていうのは何かお困りごとある場合はここに書くとこれを拾ってくれる他の地域のメンバーが支援してくれます。「a n y t h i n g e は何か他に雑談あるって場合ですねこれを使って時間場所異なるメンバーと 情報を共有しながら、お互いを助け合っているんですね。で、過去の履歴が全部一つのボード上に、毎週のボードが蓄積されてますから。過去、何、どんなことを話してきたかであるとか。どんなことをお互い協業してきたかみたいなことが、ずっと振り返って、履歴として残っていくんですね。これも会社の一つの資産です。はい、あとはオンボーディング。これ、弊社に入社したメンバーが全員見るボードです。これは、あなた入社しましたね。ミロでは、こんな生活が待ってますよ。 入社してからこんなことやってくださいね社内のツールこんなものがあるんでセットアップこれに従ってやってくださいねという一連の入社してからのフロー手順がここにまとめられていますこれドキュメントだとあまだこんないっぱいあるのかっていうふうになりますけどミロボードで見るとまず全体を俯瞰してあこれだけあるのねとであこの手順の後はこれをやったらいいのねというのが一目瞭然ですよねはいこういうボードを使って新入社員の 一人前になるまでのプロセスを進めています。あ、真っ白です。ズーム画面違いますという付箋のコメントをいただきました。今私の画面出てますかね？出て,ね出てますね。はい。もし皆さん私の画面見えてるって方がいらっしゃれば、あのサムズアップとかでリアクションいただけますか？ああいいですね。見えてますかね？はい、ありがとうございます。よかったです。はい。あとは皆さんワンオンミーティングってやってますか？ ワンオン大事だとかっていろんなニュースで言われてるじゃないですか。でもよくあるワンオンワンってあのこれ誰とは言いませんけれどもあのワンオンワンやるじゃないですか。開講一番何かある。<laughs> そんなワンオンワンやる意味ありますか。ないですよね。我々はじゃあワンオン,ワンどうやってるかというとワンオンワンに先駆けてこのミロボードを使ってはいお題ワンオンワンでこの時間を使ってこういうことを話したいです。私のムードは今日はこんな感じです。 さらにボードにあらかじめワンオンワンの前に今うまくいっていること What'sGoingWellWhat'sNotGoingWell うまくいってないことそして今自分が何にフォーカスして集中してやっているのかさらに次のステップ今後何をやろうかみたいなことをあらかじめ書いた上でこれを見ながらみんなで2人でワンオンワンやるんですね。これ実際ブブリリアアナナってて書いてますけどブリアナさんののは弊社の プロダクトマーケティングの責任者ですこれは12月22日にあった本当のこれボードですねこれを見ながらブリアナもコメントをつけてくれますしあのこれを見て実際に当日もしゃべれますんで30分のワンオンワンがたったこれだけでものすごく効率が良くなるんですね。こんな感じでぜひ皆さんもワンオンやってみたらどうでしょうかちなみにこれワンオンやるたびにこのボードもどんどん蓄積されてます過去ワンオンワンでどんなことを話したかっていうのもこれで終えるんですよね。これでもうう上司かから何かあるなんていう コメントは絶対出てこなくなりますし上司の方もちゃんと部下の方をしっかりケアしながらワンオンワンを進めていただくことができるんじゃないでしょうかあとです、ね、はい、雑談が少なくなったって皆さんおっしゃいましたよね先ほど、はい、確かに雑談は少なくなりましたけども我々雑談やってますミロボード上でこれ何かと言いますとですね私 F1 大好きなんですでミロジャパンに今5人ですね F1 好きがいまして何やってるかというと毎週 このレースの度に予選の順位予想をミロボードでやってるんですね。はい、第一戦のバーレーン、週末終わった第二戦のサウジアラビアグランプリですね。これをみんなで予想して予選が終わった後、あのみんなで動画見ながらワイワイですね。この YouTube 動画さっき貼り付けてありますね。これを見たりであるとか、あとこれ特典つけてます。で、Google シートにこのポイントをみんな貼ってですね。これあのみんなで見ながら。 最終的に優勝者には何か焼肉でもおごろうかみたいな話をしてますけれども仕事外にもミロを使うことによって非常に業務外の話ではワイワイ,ワイ,ワイ盛り上がってますので雑談もミロでやってますもちろんテキストコミュニケーションねあのチャットなんかはスラック使って普段からやってますのでスラックの中に F1 チャンネルがちゃんとありますよはいこんな感じですね時間も少なくなってまいりましたのでそろそろ巻きに巻いていきたいと思いますけれどもじゃあ我々のお客さんがどう使ってるのかご紹介しましょうご紹介するのはヤフーさん ミロをなんと、全従業員でご利用中です全従業員ですよ、一部門とかいちいち業務だけじゃないです。そうなんですヤフーさんって今、どこでもオフィスって言ってどこでも働あの、どこでに住んで仕事をしてもいいっていうふうに会社のルールが変わったんですよね、大きくニュースになってました。かつ、交通費月間確かに15万円支給されて、飛行機で本社オフィスに行ってもいいみたいな。 そんな制度改革をまさにそこのためにそういった離れた方離れ離れの方々が一体になって働くために,に今回ミロもご採用いただいているんですけれどもどんなふうに使っているのか見ていきましょう私の画面皆さん是非追従してくださいねもう一回みんなを私の方に呼び寄せますけれども、はい、まずは部門チームのタスク管理先ほど見ていただいた看板ボードというこのミロのテンプレートを使って 今タスクがどんな状況にあるのか状況に応じてタスクをそれぞれの場所に移しているって感じですねこういったタスク管理もしていれば真ん中これはブランドチームの方々でしょうねこの自分たちのブランドアイデンティティは何なのかっていうことをこれブレストしながら付箋を使ってやってるんですよね。いわゆる物理的な場所で付箋を使ってホワイトボードにペタペタ貼る場合だと。 終わっった後ってスクリーンショットを撮りますよねもしくはカメラで写真撮りますよねですけどミロボードであればそのやった履歴っていうのが全部ずっと残ります、はい、そしてコメントを入れることもできますしこういった形でブレストもしていたりとかあとはこれはおそらく Yahoo! のウェブのトップページをやっている方々なんでしょうかねいろんな,なんかあの課題とかコンテンツの改善案とかをここでワークショップを進めてらっしゃいます。これはあの、ah、さんからもらもった生のボードですよ あの文字はぼやかしてますけれども実際彼らこんな形でやってるんですよねはいいかがでしたでしょうか数千人規模で従業員の方々がいらっしゃるヤフーさんでは本当に皆さんがこのデザイン部門とか開発部門の方のみならずありとあらゆる部門の方々がミロを使ってお仕事をしていただいてます最後の一つだけこれ見たことありますかパナソニックさんなんですけれどもパナソニックさんこの 暮らし体験スペースというこれバーチャルショールームこれをミロ使ってやってますで右側にこの暮らし体験スペースの URL を貼,りと貼っておきました今はもしかすると時間がないので見れないかもしれませんけれどもちょっとですね皆さん私のズーム画面見てもらえますかね画面をズームに切り替えてください私入ってみましたこんな形で暮らし体験スペースのこのミロボードです彼らののいろんな家電製品のショールールム テキストとかいろんな使い方のシーンがありますけども YouTube の映像なんかも貼ってありますのでこれクリックしていただくと発表会のこれ映像なんでしょうかね YouTube で映像も見ていただくことができるとこんな形で、まあ、コロナ禍でねなかなか物理的なショールームに足を運べない中彼らはバーチャルショールームを使ってかつお客さんからのコメントとかも付箋やコメント機能を使ってここに書けるようにしてるんですねあと絵文字もなんか貼ってありますよね ね、いかがでしししょょうううこんな使いい方ももでできちゃまます一回画面をボードに戻しましょう、はい、では皆さんの画面を私の方に合わせましてさあ今日はミロのことを私は何て言ったか覚えてますかオンラインホワイトボード違いますねビジュアルコラボレーションプラットフォームって言いましたここが皆さんの働く場所ですよっていうふうに申し上げました。実はは いろんな皆さんが普段使っている業務サービス、s a ス s を組み合わせることができます。例えば今ここに書いてあるもの、アトラシアンさんのサービスであったり、グーグルさんのサービス、マイクロソフトさん、ズームさん、アサナさん、そして私の前職のスラックもそうですけども、100種類以上の業務用の s a ス s を見るとつなげていただくことができます。じゃあつなげるとどんな良いことがあるんでしょうか試しに Google ドライブのところを見てみましょう。今、Google、ドキュメントが 私のドライブからこのミロボード上に貼られていますこれをクリックしてですね編集のアイコンをぜひ触ってみてくださいこの鉛筆ですね今ズーム画面を見ていただくとエディットっていうアイコンが見えてると思うんですがこれですねクリックするとなんとミロボード上からグーグルドライブにあるグーグルドキュメントのファイルを開くことができましたこれ皆さん編集できるようにしているのでこのグーグルドキュメント に入っていただきますと、ここでリアルタイムに皆さんも編集できます。どうでしょうか。結果は反映されるかなと,と書いてますね。はい、これ一回閉じてみましょう。そうしますと、今裏で更新かけてますけども、ちょっとなんか更新がかかってないですけどもあ、あのあされましたね。はい、どうでしょうか。結果は反映されるかなっていう私のテキストが今見えたと思いますけども、こんな感じでリアルタイムに反映されます。 あとは右側にアンケートがありますけどこれ Google フォームで作ったアンケートをミロボード上に貼り付けるとこんな感じでここから皆さんちょっとズームを見てみてくださいここからなんと Google フォームのアンケートにお答えすることがお答えいただくことができますさらにはですね右の方行ってみましょうマイクロソフトチームズってありますね例えば今皆さんズーム聞きながらミロを開いてもらって2つのアプリを開いても開いてもらってますけれども例えば マイクロソフトの Teams と Miro を連携させると何が起きますか YouTube 動画を再生してみますとはいなんと Teams の中で Miro をいちいち別に別途開かなくても Miro を開いて Teams でビデオ会議をしながら Miro ボード上でこうやって手を動かしてワークショップできるんですよね。Teams という1個のアプリでそうなんです。ね さあいかがでしたでしょうかそろそろ秋沢さんが早く終わらないとまずいですよっていうお顔をされてると思うのでまとめに入りたいと思いますけれども今日私が一番言いたいことはこれですミロは働く場所でありとあらゆる情報が集まるプラットフォームですですから合言葉は一つミロをミロですね何かあったらミロをミロというふうにぜひ会社に帰っておっしゃってみてくださいはいというわけで今日のまとめですけれども 今日は皆さんに手を動かしてミロを触ってもらいましたそして付箋を使ってリモートワークの課題を挙げてもらいましたねミロは何でしょうかただのオンラインホワイトボードじゃない働く場所そのものプラットフォームですそしていろんなお客様そして弊社の事例をご紹介させていただきまして最後にいろんなアプリと連携することによってこれが仕事をするためのプラットフォームなんですよという結論で示させていただきました改めましてミロをこういうふうに覚えていただければ 幸いでございます。ビジュアルコラボレーションプラットフォームというわけでいかがでしたでしょうか。ミロを使うと離れ離れの方々もあたかも一緒になって一体感を追って仕事をすることができるそんな可能性をきっと感じていただけたと確信しています。はい最後二分ぐらいですね。あのすいません時間ちょっとオーバーしたかもしれないんですけども皆さんの今日このセッションを 聞いて思った感想をぜひですねこちら付箋を使ってこのボード上に貼ってみてください付箋をあらかじめ左上に用意しておきましたもちろん N キーとか付箋アイコンから付箋を使っていただいてもいいんですけども左上にある付箋をドラッグドロップして書いていっていただいても構いませんお時間2分でですね一言で構いませんのでぜひ感想を書いていただければ幸いです感想でもコメントでも何でも構いませんよちなみにぜひあの今付箋はですね S サイズでできればお願いいたします <laughs> あのみんな大きくなっちゃうと 見えなくなっちゃうんでですねあと誰かが書いた付箋に絵文字で全然リアクションしていただて構いませんからねはい皆さん書いていただいてますかねよかったでも何でもいいですよつまんなかったでもいいですしお前の話はつまらんでもいいですし厳しいご意見でも世の中のツール全部見ろに統一できそうですねあの弊社の関係者の方じゃないですよね <laughs> ありがとうございますとてもわかりやすく楽しかったありがとうございます 可能性を把握することができた嬉しいですね次世代の働き方まさにこれを本当言いたかったんですよ素晴らしいこういうフィードバックを聞けても本当私今日感無量です使いたくなったけど全社で全社で使いましょうよぜひお問い合わせをト2さんにしてくださいリアルさんが楽しいそうですよねただ40分このおっさんの話を聞いてるだけだっていと手を動かしたのが全然楽しいでしょそう ミロが自分のオフィス、そうミロが自分のオフィスです、そうなんです。そこにどんどん必要なメンバーを招いてください。そうなんですよね、いいですね。あと二十七秒、三十秒ほど。弊社もミロを導入してほしい、そうですよ。時代についていけない、ご心配なく。あのミロジャパンもですね、結構平均年齢高いんです。私ももうアラフィフですからね、あの五十ですよもうすぐなんですけど、こういうツール使えてますので、ご心配なくついていきます。はい、あと十秒ほどです。 画面が見れなかった、更新がうまくいかなかったです。申し訳ありません。あの本当にそこは大変失礼いたしました。トレーニングセッション希望。それはぜひやらせてくださいね。あの溝口でよければいつでも行きますよ。一覧性がいい。そうですよね。一括して一覧で見れるというのはいいですよね。はい、皆さんありがとうございました。M1iPad Pro のブラウザーでもスムーズにできて。そう、M1 いいでしょう。iPad Pro いいっすよ。という感じで皆さんコメントいただきましてありがとうございます。 素晴らしいポジティブなご意見ばかりで本当に感無量でございますというわけでバトンを秋澤さんにお渡しいたしますご清聴ありがとうございましたはい水、えー、口さんありがとうございましたミロの機能活用シーンをご紹介いただきましたが実際のホワイトボードよりたくさん便利な機能がついておりますので早く使ってみたいという方も多くいらっしゃるんじゃないかなと思いますでは最後に私の方からミロのプラン価格についてご紹介をさせていただきます はい、では私のパソコンの画面に切り替えていきますね。はい、ありがとうございます。まずプランになりますが、えー、ビジネスプランとエンタープライズプラン、二種類からお選びいただくことが可能です。ビジネスプランでは最小契約数十ライセンス以上から年間でのお申し込みになりますので、一ユーザーあたり二万三千四十円になります。無料プランですと。 管理・編集できるボードが3つまでという制限がありますがビジネスプランからはそちらの制限関係なく編集可能なボードを複数作ることが可能です機能としてシングルサインオンと外部編集者の招待に対応しているという大きな特徴があったりしますシングルサインオンによってパスワード管理の負担とかを減らしつつあのパスワードの使い回しなどによる漏洩リスクを軽減させることも可能です ただしですね。ちょっとビジネスプランには1つ制限事項がありまして、ミロの環境の中で作成できるチームの数が1つまでになってます。はい、チームというのは、あの部署のようなイメージをしていただくと分かりやすいんですけれども、もまあ、複数人の人とアクセスできるコンテンツを分けることができる機能です。セキュリティ設定もチーム単位で細かく設定することができますので。 例えばお客様交えてやり取りするミロのボードはチーム A に保管して社内だけで使用するボードはチーム B に保管するなどセキュリティ設定変えて運用することができるようになっておりますがビジネスプランではこのチームが1つしか作ることができないようなな形ですなので部署ごとでアクセスできるコンテンツを分けたい場合とか限られたメンバーでやり取りするコンテンツがある際はちょっとビジネスプランだと このチーム数に限りがあるので、あの難しくなってまいります。一方ですね、エンタープライズプランになりますと、複数のチームを作成することが可能です。最小契約数30ライセンス以上から、1ユーザーあたり年間3万6千円になります。管理権限もより強固になりますので、アカウントセキュリティ管理の一元化や、誰がどのボードを閲覧したかなどの、 監査ログも取得することができるようになってます。あのミロは先ほどの水口様のお話の通り、非常に便利なサービスですが、お仕事の中で便利かつ安全なご利用のためには、有償版で運用方法をご検討いただきながら、ご導入いただくことをお勧めしております。セキュリティを高めながらも便利にご利用いただける運用方法のご提案も弊社から可能ですので、 ぜひお気軽にごご相談をいいただけまますすすとと幸いです、はい、でははプラン価格のご紹介は以上となりますオンラインホワイトボードであるミロはメンバーそれぞれが離れた場所で仕事をしていたとしてもオンライン上で共同編集ができますので自分たちが持っているアイディアであったりリアルタイムで共有ディスカッションができるようになります。 本日のセミナーを通して少しでも皆様にミロって面白そうだな、使ってみたいなと思っていただければ嬉しいです。はい、それでは本日のミロウェビナーはこれにて以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。